はい、ともらいです。今回ですね、こちらの孤軍奮闘の赤旗ということでイベントの方が来ていたので、まあそれの新規で来ている配布のドレイクの方をね、評価していこうと思っております。いやー、毎月ね来ているイベントなんですけど、いやまあね、このイベントのいいところっていうのは、やっぱりあの教科書だよね、あのたくさんゲットできるってところがいいところなので、まあぜひともね、あの開催された日にはね、あのしっかり、周回していただけたらいいなと思っております。まあこのね、虹の亀たちをゲットできるんですよね。まあで、結構な経験値を稼げるので、まあこのねイベントを利用してちょっと、皆さん強化素材とか集めて、強化してみてくださいということで、まあそうですね、ドレイクの方見ていきますか。うん。でまあチョッパーマンのお願いだ、合計50個の石をゲットできたりだとか、まあ厳選された超すごいやつとかもゲットできるということで、まあこの機会ね、しっかり周回していただけたらいいなと思っております。まあということで、ね、ドレイクの方見ていきましょう。はい、ということでね、ドレイクの方見ていくんですけど、まず強靭タイプの打突タイプという感じで、技属性の、キャラになっております。で、必殺技が、1ミにかかっている火傷、チェインケース増加量低下状態を5ターン回復し、1ミのスロットを1ターン固定、3ターンの間1ミの心、血、肉、連スロットも有利扱いになり、1ターンの間1ミのスロット影響を 1.75 倍にし、船長が力か即属性の時、1ターンの間敵全体の力技即属性耐性を 20% 下げるということで、かなり強いね。うん、配布にしてはかなり強い。で、なんといっても超貴重なこのデバフ効果を持っているわけですよ。うん、やっぱね、デバフ効果持ってるキャラってね、最近実装されてきていて、あまりね、実装されていない、効果になってますので、まあ、この配布でゲットできるっていうのはかなり貴重になっております。で、この 20% も下げれるのでね、うん。まあ、このゲームでデバフ効果ってあまりないので、それこそ防御ダウンとか、まあ、そういうのでしか、デバフ効果っていうのはないので、まあ、結構この耐性下げるっていうのは、かなり貴重なものになっております。あと、やけど、チェーンケース増加量低下状態5ターン回復できたりだとか、まあ、1ミのスロットを一旦固定できるということで、まあ、例えば、ヤマトのね、心ヤマトとかでワスロットにした時に、まあ、スロット固定しておくってこともできますし、まあ、あと、3ターンの間1ミの心地、肉、連スロットが有利扱いになるということで、まあ、その、うん、振り、キャラとかでも、有利スロットにできると、まあ、地属性キャラで心スロットになっていても有利扱いにできるということで、まあ、結構ねこのもう 4スロットをね、有利扱いにできるのは結構、使いやすいのではないかなと。で、あとスロット影響も 1.75 倍にできますので、まあ誰に合わせてもねスロット影響を上げることができるので、まあいろんな場面で使っていけるのかなと思っております。うん、でやっぱこのやっぱ属性耐性、うん、力技即属性の耐性を下げれるっていうのがやっぱ今回一番の強いところかなと思っております。あと9ターンで必殺を打てるっていうのも、まあ、かなりコスパがいいなと思っていますので、まあ、どんどんね打てて使うことができるね、必殺を使うことができるので、まあ、結構使いやすいのではないかなと。うん、配布にしてはめちゃくちゃ使いやすいようなキャラになっていますので、まあ、ぜひともね皆さんにはゲットしていただきたいなと思っております。で、まあ船長効果が力技即属性の攻撃を 3.25 倍にし、体力を 1.2 倍にし、一味は力即スロットも有利扱いになるということで、船長に入れつつ必殺を使うことで力即心、血、肉、連スロットが有利扱いになるということで、ほとんどのスロットが有利扱いになるということで、まあ、結構ね、船長に入れつつ必殺を使えば、使いやすいのではないかなと。それでスロット影響も上げてくれるので、うん、かなり使いやすいのではないかなと思っております。で、まあ、繊維効果が船長が力か即属性ならば、自分が力属性に与える通常攻撃によるダメージが 2.25 倍になるということで、まあそうですね、力属性に与えるダメージなので、まあ技属性のドレイクではまあ振り属性ではなるんですけど、まあ振り属性にはなるんですけど、ダメージ量が2.25 倍になるということで、まあ振り属性でも、ダメージ量はそんな変わんないよという感じですかね。うん、普通にダメージを与えるときと
この地下属性に当たるダメージっていうのはそんなに変わらなくなるということで、フリー属性として見なくてもいいのかなと。うん、フリー属性ではあるけどダメージ量が上がるので、まあ、そんなに普通の時と変わらないよという感じなので、まあ、フリー属性にダメージ与える時でも別にそこは気にしなくてもいいのかなと。まあ、何言ってんのかちょっとあんま分かんないけどあんまね今言ってて分かんないんだけど、まあフリー属性でもそんなに、ダメージ量が減るわけではないよという感じの戦意効果になってますね。うん、まあなんかややこしいんですけど。でまあもう一つが、船長が力か即属性ならば自分が技属性に与える通常攻撃によるダメージが 1.5 倍になるということで、まあそうですね、まあなので、あの有利扱いでなくても、有利属性でなくても、まあ、技属性に与えるダメージ、普通のね、あの技属性から技属性にダメージ与えるダメージが 1.5 倍になるということで、まあほとんどね技属性に与えるダメージも有利属性と変わらないよという感じぐらいなので、まあ、技属性と、まあ、あとそうですね、即属性に与えるダメージがそんなに、変わらないということで、うん、まあそういう属性相性とかそんな考えずにドレイクは使ってもいいのかなと思いますね。うん、まあちょっと難しいですね、ちょっとね。うん、っていう感じですかね。でまあサポート効果が、自分の基礎攻撃力の、9% をサポート対象キャラの基礎攻撃力に上乗せするということで、まあ結構ね配布にしては、上乗せ効果は高いのではないかなと。 9% は結構高い方かなと思いますので、まあ、悪くないのかなと思いますね。で続いて海賊祭なんですけど、まあ、必殺技が、横大範囲の敵に継続ダメージ付与レベル3、10秒間、ミス発生率アップレベル5、10秒間ということで、まあミス発生率とか結構使うそうですね。うん、で継続ダメージがどれぐらい当たるかわかんないんですけど、まあ結構当たるのであれば結構使いやすいのではないかなと思いますね。で能力の方が、技属性の仲間の防御アップレベル5、攻撃アップレベル3ということで、技属性キャラと組み合わせるとまあ結構活躍してくれるのではないかなと思っております。であとは耐性が、継続ダメージを、60% の確率で回避するということで、まあ5分の3回避するということで、まあ、半分以上は回復できますよという感じですかね。うん。で、まあ、コストが20ですね。まあ、多分これ特攻キャラだから20なんですけど、まあ、特攻キャラじゃなくなると30とかですかね、になるので、海賊祭で使うのであれば、この、ドレイクが実装されている期間中、使っていただければいいのかなと思っております。まあ、で、まとめますと、このドレイクはね、超貴重なね、あのデバフ効果を持っているということで、力技、即属性の耐性を下げれるということで、まあ、結構そこは強いところかなというところと、まあ、あとは何でしたっけ、うん、やけどチェーンケース属化量低下状態5ターン回復とか、まあ、一味のスロットを一旦固定、で、まあ、有利スロットが結構、必殺だとね、戦長効果で合わせることで結構、有利スロット扱いになるので、うん、結構そこもいいとこですし、まあスロット影響も上げれるので有利扱いにしつつスロット影響を上げれるということで、結構コンビネーションはいいのかなと思っております。でまあ必殺も9ターンで打てるということで、まあ、結構ポンポン打てるのかなと思っております。はい、ということで今回は、次に来るイベントで、まあ、配布として配られるグッドレイクの方をね、ちょっと評価してみたんですけど、まあ、結構ねやっぱ配布キャラとしては強いですし、まあ貴重なねあのデバフ効果、属性耐性を下げれるっていうデバフ効果がありますので、まあ多分配布では初めてなんじゃないかな。まあ見たことないんですけど、自分は見たことないので多分初めてだと思うんですけど、やっぱこの耐性下げっていうのはね結構貴重なものになってますので、まあぜひとも皆さんにはねゲットしていただきたいなと思ってますので、まあ期間中にね1体だけでもいいので、ゲットしていただければ、いろんな場面で使っていけるのかなと思っております。まあということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっておった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。